急なんですけど、もし1億円か宇宙旅行券、これどっちかもらえるって言われたらどっちもらえます？ちょっと上からアンケート投票お願いします。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。今日は地球を飛び越えて宇宙まで行ってみたいと思います。一応ゾッとして帰ってもらいます。怖いですよ。 で、ちょっと本題に入る前なんですけど、皆さん宇宙についてどれぐらい知ってますか？研究っていうのが数百年前ぐらいからされていて、20世紀に入ってからは本格的な宇宙開発も進んで、もうだいぶ進んでるんじゃないのかって感じるんですけど、実は人類ってこの宇宙についてほとんど解明できてないってことが分かってるんですよ。厳密に言うと、どれぐらい解明できてるかも分からないぐらい分かっていません。今回はこれがどこがどう謎なのかというのを理解していただくためにですね、現状人類が解明している宇宙とはっていうところをざっくりと説明します。では早速、まず宇宙の始まりです。どうやってできたのかについてなんですけど、この宇宙の起源については、現状で最も有力とされているのがビッグバン論理、 M 字の必殺技なんですけど、ざっくり言いますと、この宇宙空間ですね、この世は全てビッグバンという大爆発によって形成されたのではないかという説ですね。厳密に言うと、宇宙が生まれる前っていうのは物質やエネルギーが全くない無の空間だったんですけど、もうこの無というのもピンとこないですけど、今からおよそ138億年前ですね、そんな何もないところに太陽の1兆倍の、そのまた10兆倍の温度を持つ原子よりも小さい火の玉が突然出てきたと。これが宇宙の種みたいなもんですね。この種の出現直後ですね、インフレーションって呼ばれる急激な膨張を引き起こして、そのまますんごいスピードで膨らみ始めたんですけど、これがいわゆるビッグバンと呼ばれる大爆発なんですよ。この種が138億年っていうね、すごい長い時間をかけてどん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 膨らみ続けてできたのがこの宇宙空間ってわけなんですね。だから出来たての宇宙というのはものすごい温度と圧力があったんですよ。で、今みたいに恒星とか惑星というのはなくて、長い年月をかけて今のような状態になったと思われてるんですね。これ後ほど説明するんですけど、この大爆発っていうのが今もなお続いていて、宇宙っていうのは今でも風船のようにどんどん外へ広がっていってるって言われてるんですよ。もうわけわからんし、ちょっと怖いもんね。これがその宇宙っていうものについて現状わかってるものなんですけど、これだけ聞くと案外シンプルなんじゃないのと思いますよね。じゃあここから本題なんですけど、宇宙について今もなお解明できていない謎っていうのをいくつか紹介します。1つ目、正確な広さ。いきなり最大の謎の一つなんですけど、冒頭でこの宇宙は広がり続けてるって言ったんですけど、実際のところですよ、どこまで広がってるかっていうのは分かっていません。ただ最新の研究によりますと、現在の宇宙の直径が930億光年なんじゃないのかと言われてるんですよ。忘れがちな単位ですけど、1光年が9兆5000億キロメートルなんで、そのまた930億倍なんですよ。意味わからないね。計算はお任せするんですけど、ただそんな長さのメジャーがないんで、あくまでも憶測ですよね。ここからだいぶぶっ飛んだ話になるんですけど、まずそもそもこの宇宙っていうのは一つじゃなくて無数に存在するんじゃないかっていう考えもあるんですよ。これを多元宇宙論って言います。この理論によると、それぞれの宇宙では別の物理法則っていうのが成り立っていて、生まれたタイミングとか歴史とかも全然違うということ。そしてこの無数にある宇宙の集合体がマルチバース、そのマルチバースの集合体がメタバース、そのまた集合体がゼノバース、そしてこの全ての宇宙の集合体がオムニバースっつって、マトリョーシカみたいなわけわかんない構造になってるんですよ。完全になんかドラゴンボールの世界とかなんですけど、この多元宇宙論についてはもうほとんどが憶測込みって感じで思っておいてください。2つ目、どこまで広がり続けるのか。この無限に広がっていく宇宙って言いましたが、その膨張っていうのがどこまで続くかってちょっと気になりますよね。これ答え分かってないんですけど、考えられるパターンとしては3つだろうと。1つ目、永遠に膨張する。これめっちゃ怖いですよね。ただ単にこれ広がってるだけじゃなくて、宇宙空間にある物質が持つ重力によって常にブレーキをかけられながら広がってると言われてるんですよ。ただもしその物質の量が少なくて、ブレーキが誇張のエネルギーに負け続ければ、宇宙は永遠に膨張してさらに広がり続けるんじゃないかと言われてるんですよ。これを開いた宇宙って呼ぶんですよね。2つ目、膨張は止まり広さを維持し続ける。さっき物質が少ない場合なんですけど、この膨張のエネルギーと同じになれば、宇宙の広がりは止まって均衡を保つっていう説ですね。これも平坦な宇宙と言います。パターン3つ目、縮小し始める。これちょっと怖いんですけど、最初と逆ですよね。宇宙空間の物質が増えすぎて、この広がりを逆に引き寄せる。言い換えれば、外側から押されて小さくなり始めるのではないかという説ですね。これも閉じた宇宙って言うんですけど、全部そのままやないかって感じなんですけど、このパターンで、まずは宇宙の膨張っていうのが止まって、さらに維持する平坦な宇宙になって、やがてものすごいスピードで縮小を始めて、最後は一つの点になってプツッと消滅するのではないかとされています。要はビッグバンの逆ですね。これをビッグクラッチって呼ぶんですよ。何がビッグやねんと思うんですけど、もし起こるとしても相当先の話ですよね。急に緊急報道、宇宙が小さくなっています、あと3時間ですとかならないと思います。もちろんこれも全部憶測で、宇宙は未来的にどうなるのかっていうのを現段階で予測するのはほぼ不可能とされています。ではお次、3つ目の謎、ダークマターとダークエネルギー。なんか聞いたことありますよね。これ宇宙空間に何が存在してるのかっていう話なんですけど、例えば恒星とか惑星、銀河とかね、皆さん知ってるものありますよね。あれって現在人類が確認できている宇宙空間にあるもの、それが大体全体のわずか 4% から 5% ぐらいと言われてるんですよ。つまりこの宇宙というものを形
生してる残りの 95% っていうのはどんな物質なのか全く分かってないんですね。これもね、目に見えてる話ですよ。ここでちょっと一旦銀河の話になるんですけど、銀河っていうのは太陽みたいに自分からエネルギーを発してる星のことを言って、それが2000億個ぐらい集まった集合体のことなんですけど、でこれしかも宇宙空間で高速で回転してるってことが分かってるんですよ。だから回転するってことは遠心力かかりますよね。だからこの回転が速ければ速いほど遠心力がどんどん強くなっていくんで、実際この銀河が回転するスピードっていうのは遠心力で星がバラバラに吹っ飛ばされてもおかしくない速さなんですよね。ただそうはなってないんですよ。規則的な軌道上をずっと回転してるんですよ。これって不思議ですよね。まあ結論から言うと、銀河はこれらの星が吹っ飛ばされないようにつなぎ止める役割を果たす謎の物質があるのではないかとされています。あのハンマー投げの糸みたいなね。でその物質のことを暗黒物質、別名ダークマターって言うんですよ。実際のところこの宇宙の 80% ぐらいは謎の物質ダークマターと、その謎のエネルギーのことをダークエネルギーって言うんですけど、そのエネルギーから構成されてるんじゃないかって言われています。モッドみたいな感じよね。まあ、ここでちょっと怖いのが、肉眼はもちろんですね、 X 線とか電磁波を使ってこのダークマターを見つけようっつってやったんですけど、一切観測することができなかったんで、まあ、これはあくまでも普通に考えてバラバラに飛び散らない理由はダークマターですよねっていう、その架空の物質をつけて片付けてるんですね。実際は小さいおっさんが支えてる可能性だって十分になるんですよ。次です、4つ目、ブラックホール。はい、このブラックホール、まあ、聞いたことありますよね。まあ、ざっくり説明すると、重力崩壊が起きた恒星のことを指すんですよ。一般的にブラックホールになり得るのは、まあ、例えば太陽みたいにものすごい大きな質量を持った恒星がなり得ると言われてるんですね。まあ、それがなぜかというと、この恒星っていうのが中心部で水素とかヘリウム同士による核結合反応っていうのが行われていて、それによって大量のエネルギーを放出してるんですけど、ただこれ水素ヘリウムがあるんで無限に生まれるものじゃなくていずれなくなるって言われてるんですよ。だからこれ以上エネルギーを放出できないっていう状態になったら、ユユータの実家みたいに超新星爆発っていうのが起きるんですよね。こうして誕生するのが中性子星っていうね、また新しい星が誕生するんですよ。バゴンで爆発したのにまた新しい星できちゃいましたね。テヘペロです。この性質として重力崩壊っていうね、自分の重さに耐えられなくなって重力によって小さくなっていく現象っていうのが発生するんですけど、これが皆さんご存知ブラックホールなんですよ。まあなんとなくで理解してほしいんですけど、まあ、簡単にまとめると、星が爆破、その爆発で生まれた星が重力に負けちゃうと、それがブラックホールになるっていう流れですね。でこのブラックホールの性質があらゆる物質やエネルギー、さらには時間さえもねじ曲げるっていう風に言われてるんですよ。時間をねじ曲げるってよく分かんないですよね。フランク・ミューラーが言った話ですけど、でこれ僕の調べによるとですね、ブラックホールのようなこの上なく重力が強い場所ではもう時間の流れが速くなるんですよ。分からんな。だからブラックホールの流れ入るとしますよ、その中では一瞬の出来事でも地球とかその他宇宙空間ではとてつもなく長い時間が過ぎてるなんてことがあり得るわけです。面白いですよね。こっからが最大の謎、まあ、中がどうなってるのかっていうのは、あの YouTube 検索したらいろんな YouTuber やってるんで、今回ちょっと面白い視点を考えたんですけど、それがブラックホールに落ちてる人を見ている側の視点ですね。ブラックホールに落ちる人、絶望全開ハッピーステートでお送りしたいと思います。ブラックホールに落ちる人を見てる人、自分はブラックホールの外側の安全な位置からですね、ブラックホールに吸い込まれていく A さんを観測しているとしますよね。この A さんっていうのが中心に向かってどん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 加速していくんですけど、まあ、この段階で自分からはこの A さんはまるで虫眼鏡越しに見るかのように伸びたり縮んだり歪んだりしてるように見えるんですよ。あのインフルエンザの時に見る夢みたいな。でさらにこのブラックホールの中心に近づくにつれてですね、徐々にスローモーションのように見えていきます。ビエーみたいな。で中心に近づくと A さんはある地点から突然グニャグニャってなって、その状態でピタッと止まるんですよ。ピカソのような叫びみたいな感じです。これなんでかっていうと、先ほども言ったみたいにこのブラックホールの中は中と外で時間軸が違うんで、厳密に言うと、まあ、めちゃくちゃスローモーションで動いてるように見えるんですね。まあ、その後ピタッと止まったままですね、ホーキング放射って呼ばれるこれブラックホールから発生する熱によってめっちゃゆっくり灰になるんですよ。ほんと A さんが何をしたんやって話なんですけど、散々な目に遭ってるように見える A さんなんですけど、まあ、実際はこれどんな風に見えてどんな目に遭ってるのか、例えばブラックホールに落ちてる人、まあ、まず自分がもし落ちた時に自分は実は衝撃とか揺れを全く感じないと言われてます。まあ、外側から見たらさっきみたいにえげつないことになってるんですけど、体感してる時間とかスローになったり、まあ、熱で体が燃えたりといったこともないし、落下していく時に重力を感じることもないみたいなんですよ。これめちゃくちゃ不思議じゃないですか。何回も言ってるんですけど、空間が違うんで感じ方も全然違うんですよ。ただこれ例外があるらしくて、まあ、ブラックホールものすごいでかいって想像しましたけど、それがねブラックホールのサイズをじゃあ限りなく小さくした時、これちょっと違ったことが起きるんですよ。まずブラックホールに人間引き寄せられるとするじゃないですか。ヒョンってすると頭と足にかかる重力っていうのが一瞬にして変わるんで、あのパスタの麺みたいに体が縦にビヨーンって伸ばされると考えられています。ぐじゃーっつって、まあ、これはあのスパゲッティ化現象っていうそのままなんですけど、まあ、ただこれが今まで実際に人が落ちてたとしたらこの世にもう存在してないんで、そんな状態で生きてるやつなんか見たことないですよ。なので実際のところですね、まあ、どんな感覚なのかってところは誰にも分かっていません。まあ、どうしても
も気になるなって方はね、まあ、一回ブラックホールに吸い込まれてみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は宇宙にまつわるお話をしていきました。いや、やっぱめちゃくちゃ面白いですね。まあ、これ聞くとなんかこんなおっかないところに行くぐらいなら1億円で地球で遊んだ方が楽しいんじゃないかと思いますよね。皆さんのこの動画に関するご意見やご感想もお待ちしております。さあ、本日なんですが、大人気宇宙系の企画になります。今回はさらに踏み込んで、その宇宙と生命の起源についてというものをお話ししていきます。まあ、鶏って卵から生まれますよね。では、卵が俺が先なのか、鶏が俺が先なのか、まあ、そんなお話です。ズク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 。では、早速です。そして今日はちょっと新しい試み、ディスカバリーチャンネルみたいな雰囲気で喋ります。去年6月、日本の小惑星探査機はやぶさ2が地球に持ち帰った砂に有機物が見つかったというニュースが報じられました。この探査機が持ち帰った砂というのが地球の近くに位置するリュウグウという小惑星のものでした。位置としては火星よりも地球よりおよそ3億キロメートル。すみません、近くありませんでした。大きさは直径900メートルのめちゃくちゃ小さな惑星です。想像つきません。このはやぶさ2は2014年に宇宙に打ち上げられ、2018年にリュウグウに到着。片道4年というサンプルの回収などを行っていた。ではそもそもなぜこのリュウグウが捜索の対象に選ばれたのか。それは地球から観測した時、水や有機物を含んでいる可能性が高いということが発覚したからです。すいません、やっぱ普通に喋ります。で、まあ、すいません、ね、話入ってこなかったかもしれないですけど、もう一回ちょっと見てほしいんですけど、結果的にどうだったのかというと、冒頭にもお伝えした通りですね、この採取した真っ黒な砂の中から大量の水を作るのに十分な量の水素原子、そして有機物の分子が確認されたんですね。じゃあこれがどういったことを意味するのかというと、これ結論から言いますと、生命体がいる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 可能性があるということです。というのはですね、このリュウグウの砂から見つかったこの有機物なんですけど、まあ、生命の起源について有力な説の一つで、地球上のあらゆる生命体はもともと有機物からできてるんじゃないかっていう話があるんですよ。まあ、以前1986年頃に探索されましたハレー彗星、ここから大量の有機物が見つかったっていうことがあったんですけど、今回捜索されたこのリュウグウからは生命の源となる有機物と、その生命が生きる上で必要な水が見つかったということで、まあ、この地球外生命体を語る上で大きな前進につながる可能性があるということなんですね。で、これ以前からですね、僕のチャンネルでは地球外生命体がいる可能性についてはたびたび触れてきたんですけど、まあ、ここに来てしかも日本の研究チームが活躍してるというのはちょっと感動ですよね。まあ、さらにですね、まあ、今回の成果の爆笑するぐらい面白いところは、地球上の生命はもともと宇宙から来たっていう説の後押しにもなると思って、まあ、ちょっとこれ笑い止まんなかったんですよ。ツボイカレ野郎ね、ありがとうございます。まあ、一般的にですね、地球上のあらゆる生命体っていうのが、その元々は二酸化炭素とか窒素とか水とかが紫外線を浴びることによって何らかの作用を起こして、その結果偶然生命が誕生したっていう風に考えられてるんですよ。炭素が全ての元なんて話ありますよね。まあ、これがいわゆる生命地球起源説ってやつです。ただこの逆に地球外から来た物質が地球に何らかの作用を及ぼして、そこで生命が誕生したっていう説もあるんですよ。これを生命宇宙起源説、またはパンスペルミア説と言います。皆さんはどっちだと思います？これ実はね、僕はどっちもだと思ってるんですよ。その根拠と言われてるものを持ってきました。実はですね、こちらの考え方っていうのが紀元前22世紀頃の古代エジプトまで遡ります。この頃に宇宙っていう概念はなかったんですけど、生命は全て天上の世界から撒き散らされたと考えられていたんですよ。これがさっきも言ったパンスペルミア説なんですよ。ただですね、19世紀に入るとダーウィンですわ。もうこれダーウィンの進化論が注目を集めて、いやそんなわけないやんと、この説はすっかりそっちのけになってたんですね。ただこれ最近のニュースをこれ見ました。日本の研究グループが太陽系最古の隕石から生命の元になる DNA、 そして RNA などを検出したってことを発表したんですよ。で、この研究された隕石っていうのがおよそ46億年前、太陽系とかができる前のものでして、その隕石から生命の遺伝情報を伝達する DNA が見つかったということで、今流暢に喋ってますけど、正直何言ってるか分かってません。まあ、要はですよ、簡単に言うと地球とかができる前から生命がいたんじゃないかっていう可能性が出てきたんですよ。で、ここに繋がってくる面白い説がもう一つあって、まあ、それがこの生命自体、宇宙から飛んできた隕石の衝突によって誕生したってものがあるんですよ。なのでこれって言い方を変えると、どっちもの可能性なんですよ。まあ、もともと有機物が付着した隕石が地球にぶち当たって撒き散らされて、そこで地球に存在していたものと合体して生命というものが誕生したという考えですね。はい、と、まあその1個持ち帰るのに、まあ4年ぐらいかかってるんですけど、まあもっとこの技術が進化していくことで、実際この鶏は鶏が存在してたのか、卵ができて鶏1匹目が生まれたのか、これも分かる日も近いんじゃないかなと思いますね。まあカジノのルーレットでいう黒か赤かみたいなとこですよね。まあどっちかけましょうかね。まあ今のうちに3万円を赤にベットしておきます。はい、と、まあここまではこの宇宙についてお話ししたんですけど、まあここからですね、少し話題を広げて、さっきのパンスペルミア説みたいに、昔
は想像の域を超えないオカルトみたいに言われてたものがですね、この現代の科学によって裏付けされ始めてるみたいなものって結構多いんですよね。まあ、これをちょっと余談がてらいくつか例を紹介していきます。一つ目、占いが当たっちゃう理由。はい、これちょっともうジャブですよ。まあ、ちょっとリスナーさんの中に占い師の方いたらごめんなさい。そして島田秀平さんごめんなさい。こちらですね、1990年代に活躍したフランスの科学者ミッシェル・ゴークランという方がですね、この占いが当たる理由を科学で証明しようということで、新聞にて無料の星座占いで性格を診断しますという広告を出したんですね。で、希望者がですね、彼に対して生年月日を送れば、ゴーランがその人の性格を書いてものすごい早く送り返すってものをやったんですよ。ただ実際にこのゴークランは別に占いをやってたわけじゃなくて、この応募してきた人全員に全く同じ内容を送り返していたんですね。占いボットです。するとどうなったのか。なんと参加者の約 94% が占いの結果が完璧に当たったって言い出したんですよね。ふいーん。まあこれまあお分かりでしょうけど、参加者のほとんどが全く同じ性格をしていたとかじゃなくて、これ現代ではせーのバーナム効果ってね、呼ばれるものなんですけど、これあまり具体的ではなくて曖昧でちょっと一般的な内容であれば、まるで自分に関係があると考えたがる心理なんですよ。例えばですね、あなたは本心では他人から好かれたいと思っていますよねって言われて、いや外れてんななんて人めったにいないですよね。あなた一人の時間が欲しい時ないですか。こんなもんエグザイル全員に当てはまるよ。2つ目、宇宙人による誘拐事件。はい、これまたちょっとオカルトとかスピリチュアルに戻るんですけど、まあ、昔から特にですね、この夜の時間帯に宇宙人に誘拐されたという話がいくつかありますよね。ただこれも科学で証明できたって言われてるんですよ。まあ、結論から言うと、宇宙人に誘拐されたと主張する人はただの夢。ただこれちょっと一個条件があって、まあ、ある実験で明晰夢つって自分の意思で夢を見れる人ですよ。コントロールできる人、その人20人集めて、その参加者を対象に夢の中で体から抜け出して、あなた UFO 探し行ってくださいって指示したんですね。じゃあ分かりました、おやすみなさいってカーって寝たんですけど、その参加者のおよそ 35% ぐらいが宇宙人が寝室まで来て自分を誘拐しようとしたっていう風に報告したんですよ。ここで面白いのが、実験前には UFO 探してくださいって指示しただけだったんですけど、まあ、脳内で勝手に宇宙人に僕は誘拐されたっていうストーリーを作り出したんですよ。つまりですよ、これ思い込みなんですよ。映画とかアニメで UFO が来て謎の光を発してそこで連れ去られてしまうっていう、 UFO イコールちょっと誘拐されるっていう考えが夢をコントロールできる人の想像を変えたんですよ。つまり昔からですね、この宇宙人に誘拐されたと主張する人は実は睡眠麻痺状態に陥っていて、ただの夢を見ているんじゃないかと考えられてるわけです。次です、3つ目、邪悪な気配を感じる理由。これ最後の余談です。なんか皆さん一人で家にいる時とか、急になんか嫌な感じしたりとか、ものすごい寒気がする気配のようなものを感じた経験ありませんか。これ実はですね、科学的に理由が説明できるんですよ。これある実験で、まず参加者に目隠しをして2台のロボットの間に立ってもらうんですね。で、参加者が前にあるロボットを操作すると、後ろにあるロボットは前と全く同じ動きをするように設定したんですよ。で、参加者はどうってことなかったんですよ。最初こそわーってなったけど、前方にあるロボットの腕を前に伸ばすと、まあ、後ろのロボットから背中を触られる。ここまでは至って普通ですよね。あ、そういう風な仕組みですねっていう感じだったんですけど、ただその後ですね、この後ろにあるロボットを立ってた 0.5 秒間、この 0.5 秒間だけ前と遅れて動作するように設定し直したんですよ。すると面白いことが起こるんですよ。後ろのロボットの設定を変更した直後ですね、参加者は自分の背後をめちゃくちゃ怖がりだしたんですよ。透明人間に囲まれているような感覚に陥ったりとか、中には怯えて実験を中止しようという参加者も出たそうです。なのでこの実験の結果ですね、参加者が得体の知れない恐怖に襲われた原因っていうのが、自分の後ろのロボットを自分で操作している感覚がなくなったからだと考えられてるんですよ。なのでここから人間の脳というのは自分で動作を制御してると感じられなくなると、異質なものの存在を感じるという研究結果が得られたんですね。ちなみにものすごいストレスとか疲労を感じてる人、さらには統合失調症の方も、これとほとんど同じことが脳内で起きてるんだそうです。なので霊感と呼ばれてるものも何か脳に原因があるんじゃないかということですよ。まあ、これもね、絶対分かってくると思いますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は宇宙、そして生命の起源、テクノロジー、盛りだくさんの内容でお届けしました。やはりですね、話戻しますけど、この人類が進化することで起源を知れていくっていうのは、まあ、逆に言うと進化した人類が起源を作ったっていう結論も考えられますよね。まあ、偶然に誕生したものなのか、それとも全ては作られたものなのか、分かる日はそう遠くはないということです。はい、というわけで今日は以上です。皆さんのこの動画に関する感想とご意見、コメント欄でお待ちしております。急なんですけど、地球といえば丸、丸といえばイヤホンつけてください。せーの、金玉。
全国の匿名さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。まあ、急なんですけど、皆さん地球って丸いじゃないですか。ですよね。でもですよ、丸いとこって実際見ました？見てないっすよね。今日はですね、まあ、そんな地球平面説というね、かなりぶっ飛んだ説についてまとめてきました。早速です。まずこれはね、冒頭でも言ったんですけど、テレビとかで発信された情報で地球は丸いんだって皆さん思い込んでると思うんですけど、あの本当はね、平らなんですよね。だって考えてください。こう丸だったら、今僕が立ってる反対にいる方ってこれ頭から落ちてるじゃないですか。あ、こいつアホやと思った方たくさんいると思うんですけど、こういった地球は平面であるという説を結構マジで唱えてるフラットアーサーという方々が実際に存在してるんですよ。まあ、そのフラットアーサー方々いわくですね、まあ、主張としては地球は球体ではなく円盤型であると。北極は円盤の中心、外周が45メーターの高い氷の壁で囲まれている、太陽と月の直径は52キロメートルであるというね、これはすごい説を唱え続けてる人たちがいます。さらに近年ですね、このフラットアーサーと呼ばれる方たちが増えてきてるという情報がありましたんで、まあ、誰か一人がギャーギャー言ってるわけじゃないんですね。でこれちょっと深掘りしていくんですけど、この実態がですね、地球平面協会という団体でして、まあ、軽く誕生までの経緯を話すんですけど、まずこの地球平面説っていうのが最近出た言葉じゃなくて、実は紀元前ぐらいからいろいろと言われてて、まあ、この現代の平面説の元祖はイギリス人であるサムエル・ローボトム氏という方が聖書を自己流に解釈した時に出てきたものでして、当時の有名な博物学者と当時注目を集めたとされています。まあ、ちなみにニューヨークタイムズとかにも取り上げられるほど話題になったんですね。そして彼の死後、まあ、支持者によって国際ゼテティック協会というのが設立されます。このゼテティックっていうのが真理を究明するという意味なんですね。で活動としてはですね、この平面説を普及するために雑誌とか新聞を出版してたんですけど、まあ、その後ですね、すぐに第一次世界大戦が起きて、特にこれといった活動ができなくなったと。そして1956年、イギリス人のサミュエル・シェイトン氏という方が国際地球平面協会というのを後釜として立ち上げて、運営事務局長として活動を始めたんですね。ただ立ち上げた直後ですね、人類初の人工衛星がソビエトから打ち上げられました。あることが判明したんですよ。はい、地球が丸でした。はい、解散。さらにはですね、1968年、アポロ8号により地球全体の写真も撮影されたんですね。しかしこれを聞いたシェイトン氏、捏造やと一切れしたんですよ。でそんな彼がですね、1971年頃に亡くなって、チャールズ・ジョンソン氏が後継者になって、創設期はですね、少しのメンバーしかいなかったんですけど、彼の活躍によって最も多かった時期では2000人から3000人ぐらいの組織まで成長したんですね。で2001年にチャールズ・ジョンソン氏、この方が死去しまして、徐々に衰退して、これといった活動もなかったんですけど、時を経て2009年、ダニエル・シェイトン氏の手によって再興。ちなみにこのダニエル・シェイトン氏、名前が似てるだけでサミエル・シェイトン氏の親戚とかではないんですね。全く関係ないと。すいませんね、今日名前がすごい多くて紛らわしいですよね。で近年ですね、2017年の11月頃、南部のノースカロライナ州にて初めてのフラットアース国際会議なるものが開催されて、主催者によると大体500人ぐらいが参加したと言われています。でこの国際会議ですね、その後2回開かれて計3回開催、もう年々参加者も増加してるということなんですけど、はい、途中ですね終わりかけてはいたんですけど、かなり歴史のある結構マジな団体なんですよ。じゃあその平面ですよって言い続けて何の活動してるのか、これ皆さん気になると思うんですけど、これ別にですよ、変なことしてるわけじゃなくて、今の科学でどうにか平面であることを証明していくっていうことが目的みたいです。例えば現在ですね、こうネットフリックスにてこの人たちのドキュメンタリー映画が公開されてるんですけど、まあ、内容としては科学者の方と議論や実験をしていく姿を映していくもので、約2万ドルする超高性能のジャイロを設置して、地球が平面であればどれだけ時間が経過しても傾きませんという仕組みの装置を作ってガチで実験したりするんですよ。まあ、結果はね、見てください。はい。さらに2020年、ロサンゼルスにて地球が平面であるということを証明するためにですね、自作ロケットを作って上空から地球を観測するっていう挑戦がされたんですよ。ただ上空で開くはずだったパラシュートが発射時に外れて、上空からロケットは墜落、悲惨な死亡事故になりました。ただ協力者によると、ロケットをアピールしたかっただけで、その PR で別に平面説を信じたわけじゃないよっていう話もあります。なのでやっぱりこれだけの予算と時間をかけてこの平面説を証明しようとしてるってことは、まあ、何か一個とんでもない根拠あると思ったんですけど、結構ここがふわっとしてて、地球が自転してるんだったらその回転や重力を感じられないのはおかしいという意見があるんですね。慣れちゃうんかいと思ったんですけど、まあそれはいいとして、なのでどちらかというと、これ団体設立時の目的である、ある物事の真理を究明していこうっていう、そういった探求心から来るものが大きいんじゃないかなと思いました。だって宇宙のことなんかまだ 1% ぐらいしか分かってないわけじゃないですか。さらに丸かったっていう人はいるけど、私たち実際に見てないんだよって話ですね。じゃあ皆さん逆にですよ、今なんで丸なのかなって思った人少なからずいると思うんですけど、丸だと言われ続けている根拠を紹介します。一つ目、月食。はい、これはですね、月に地球の影が映り込んだ時に地球が丸いから半月とか三日月みたいな形に変わっていくと。あれがそもそも平面だったら、もう月食そのものが起こらないという話ですね。二つ目、地平線。はい、もうこれはね、皆さん見ることができますね。まあ出航した船をずっと見てると、
徐々に船の下の方が消えてマストの上部だけ見える状態になった後見えなくなりますよね。もし地球が平らだったら小さくなっていくだけで船の全体はずっと見えるんですよ。丸いから消えていくと。なのでもし平面で見送り行ってたら帰るタイミングなさそうですよね。まだ見えとんなっつって。3つ目、星座。はい、これ平面であればどの地域からも同じ星が見えるはずなんですよ。ただ実際は北半球と南半球で見える星座が違いますよね。南からは北斗一星が見えないとか、逆に北半球からは南十字星が見えないとかね。まあこういったのがあるのは地球が丸いから反対側の星は見えないですよねってことです。4つ目、某お金配り前澤社長の SNS。 はい、もうこれね、もう今までも山ほど宇宙から観測された僕らがこう今思い描いたり地球だったり写真だったりいろんな映像とか写真でいろんな人が残してるんで、まあそれが一番ですよね。だってそもそも地球丸でしたって嘘をつく必要性がないじゃないですか。ただですね、皆さん、観測技術の発展によってこの宇宙自体の実態が明らかになってきたのはここ数百年の話。さらに言うと昔の考えではどちらかというと平面だっていう方が一般的だったんですよ。まあ今みたいにね、このたくさんの情報が簡単に手に入る時代じゃなかったんで、それは当然なのかなと思いますけど。なのでね、昔の方の世界観って結構独特で面白いんですよ。ちょっとこれ紹介するんですけど、例えば仏教とかだと平らな円盤が3枚に重なっており、一番上の層が人間界、その中心に須弥山というめちゃくちゃでかい山があって、その上に神様がいっぱいいるっていうね。そして一つの世界で宇宙にはそれが無数にあるという考えがあるんですよ。さらに古代インドの世界観としては地球は球体ではなく半球であり、それを巨大な像が数頭で支えていて、その下には亀、さらにでっかい蛇が世界を支えているという構図です。これなんか教科書がなんか載ってましたよね、この写真ね。これ見たことある方多いと思うんですけど、実はこういった図が出てきたのって19世紀ぐらいからでして、まあ一説では、まあ、ヨーロッパの人がこういったアジア人の思想を面白おかしく描いたものじゃないかとかも言われてます。一方エジプトではですね、地球は植物に覆われて横たわっている女神ゲブの姿であり、天の神ヌトが体を折り曲げて大気の神に持ち上げられており、その上を月の神と太陽の神が行き来しているものだという考えがあります。ちょっと分かりづらかったですけど、まあこう信じられていたってものもあるので、あらがち平面であるよっていう考えっておかしなことではないんですよね。ただですね、これが真相かどうかは別として、自分が正しいとかこれを調べていきたいっていう、そういった同じ考えを持ったコミュニティで議論し合ったりとか、まあこういった有意義な時間が過ごせるなら僕はすごいいいと思うんですね。まあもちろんそれをこう押し付けるっていうのは絶対違うと思うんですけど、別にそういうわけじゃないのでね。ただ逆にですよ、こういう考えを持ってるからそれはやめろとか、同調圧力でちょっと変人扱いしてしまうことがですね、まあ結果争いやいじめに繋がってしまうんじゃないかなと思いますんで、まあ異文化交流じゃないですけど、皆さんも地球平面説、本当に地球って丸なのか、地球って青なのか、宇宙って黒なのか、星って存在するのかっていうね、そういったところからどんどん想像を働かせてみるのもいいかもしれません。ちなみに僕は地球なんて存在していない、箱庭の世界に過ぎないっていう面倒くさい意見をしておきます。はい、ぜひ皆さんの考えもよかったらコメント欄でお願いします。最初はグーじゃんけーんだで。タカさん、こんばんは。こんばんは。以前投稿されていた地球平面説の動画見ました。ありがとうございます。かなり面白かったので、次はよく耳にする地球空洞説についても解説してほしいです。よろしくお願いします。ということなんですけど、すいません、地球空洞説の前に僕の脳みそが空洞です。スタトンと。さあ今日なんですけども、シンプルリクエストありがとうございます。嬉しいですね。今日はリクエストにもあった地球空洞説ですね、こちら皆さん聞いたことありますでしょうか。この説について話す前に、小中学とかで習う地球内部に関するちょっとした知識から軽くお話ししたいと思います。まず早速なんですけど、地球内部には何があると思いますか。皆さんご存知でしょうか。そう、メロンパンですね。まず地球っていうのは半径が約 6400km あると言われてます。まああると言われてますとかあるんですけど、その中心にはですね、核と呼ばれてるものが存在するんですけど、厳密に言いますと中心から 1200km 以内のゾーンをですね、内核といって、温度が6000度です。主な成分としては固体の金属なんですね。でその外側ですね、だいたい 1200km から 1500km のゾーンが外核といって、温度は4000度から6000度です。いや30度超えてこんな外暑いのにレベチですよね。でこの外側の主な成分が液体の金属なんですね。そのさらに外核ですね、地球の中心から3500キロから30キロのゾーンにあるのがマントルと呼ばれてるそうですね。ここは観覧石とか奇跡、ガーネットと呼ばれてる鉱物の主に構成されています。でそのさらに外側ですね、つまり我々が今立ってるすぐ下の部分というのが地殻といって、地球上のどの場所かによって岩石の種類が変わってきます。ざっくり言うと地球の内部っていうのはこんな構造になっているよとは言われてるんですけど、さっきからと言われてますと断言はできないんですよ。それには実は理由がありまして、そもそものお話なんですけど、地球内部調べる時ってどういった方法を取ってるか、普通に考えたら掘ってんのかなと思うんですけど、実はお察しの通り地球内部を掘り進んでいくことってすんごい難しいんですよ。まあ、せいぜい掘れても10キロぐらいじゃねえかなって言われてるんですけど、じゃあどうやって調べたのかって言いますと、主に地震波を発生させて振動を地球内部に伝えて、その振動が地上に跳ね返ってくるスピードとか強さによってそこに何があるのかっていうのを推測してるんですよね。頭いいねこれな。つまり実際に地球の内側にあるものを取り出したわけではなくて、あくまで探査機を使った理論上の推測ということになるんですね。出たよ理論上。僕
が橋本環奈さんとデートするのは理論上は可能ってぐらい理論上って幅広いですよね。で実は地球内部に関する推測とか議論っていうのはすごい大昔から存在してるんですけど、実際に本格的な調査が始まったのは、まあ、こういった探査機なんかが開発された20世紀以降の話でして、なので地球の内部に関する研究っていうのは割と近年ですね本格的に始まったものだとされてるんですよ。つまり私は何が言いたいか、地球内部の地下奥深くに実際には何が存在するのかについては今でも誰一人として 100% 断言できるほどの確証は持てていないということです。ではここからメインなんですけど、じゃあこの地球空洞説とはどういったものなのか。これはその名の通り、我々が住んでる地球実は内部がぎっしり詰まったものではなくて、まるでゴムボールのように内側には空洞が存在するという考え方になります。ゴムボールが全部空洞かと言われたら難しいんですけど、これもともと古代ギリシャ神話のアンダーワールドってやつとか、北欧神話のスバルト・アールブヘイムとか、まあ読んでない君たちには何のこっちゃだと思うんですけど、しかも何か世界が存在するという考え方はすごい大昔から存在はしてるんですよ。今現在の地球空洞説を世界で初めて発表したのが、いいむっちり急に1692年ハレー彗星を発見した人、エドモンド・ハレーという天文学者でして、彼が唱えた説っていうのが、地球は厚さ 800km の最外球、中間球、最内球、中心核から構成されて、どの球体もそれぞれ異なる速度で回転していると。これら球体の間の部分は明るく居住可能である、そこから逃げてくる発光ガスというものがオーロラを形成しているっていう説を発表したんですね。でハレー氏はですね、ある日北極と南極ではコンパスがバグると、つまりは磁気の異常が起こってしまうっていうね、この原因を探るためにこんな説を唱えたんですね。でそれに続いて、いっぱいいっぱい1818年、アメリカ陸軍のジョン・クリーブス・シムズという方、この方は地球は厚さ1300キロあり、北極と南極を直径2300キロの開口部を持つ5層の球体があるという説を唱えまして、この時代の説の中では最も信憑性がある説として注目されたんですね。まあ層の球体があるという部分ではハレーのパクリですね。あと割と近年の話でいくと、1968年に気象衛星 ESSA7 が北極にある巨大な穴を鮮明に撮影したっつって、これが地下世界の入り口なんじゃないかっていう風にちょっとした騒ぎになったこともあったんですよ。ディズニーシーの人気アトラクションにセンターオブジアスってあるんですけど、あれの原作になったのが地底旅行という小説なんですけど、これもアイスランドにある火山の火口から地球内部に入れるという話なんですよ。まあこれはもちろんフィクションなんですけど、まあ、とりわけですね、昔から今現在でもこの地球空洞説っていうのを本気で信じてる方っていうのは世界中にたくさんいるということなんですね。では地球内部には本当に空洞が存在するのかについてなんですけど、まあ、結論から言うと科学的にはありえないっていうのが今現在最も有力な説です。じゃあ今までの話は何っていう話になってくるんですけど、まだ続きがあるんですよ。ちょっと聞いてくださいよ。まず科学的にこの地球空洞説ありえないよって言われてる理由、これいくつかあるんですけど、まあ、特に説得力があるやつ、これがですね、地球の密度に関するお話でして、まあ、どれぐらい詰まってるかっていう話で、これが18世紀に活躍したイギリスの学者ヘンリー・キャベンディッシュさん、この方がですね、地球の平均密度っていうのはだいたい1立方センチあたり 55g でありますよって言ったんですよ。で地表にある岩の密度が1立方センチあたり 28g であるということが分かってるんですよ。つまりですね、まあ、これを考えると地球内部っていうのは岩よりも密度が高くないといけないんですよ。あとは否定派のもう一つの根拠としてはニュートン力学の万有引力でございます。これは質量を持った全ての物質がお互いに引き合う力を持っているって考え方ですね。落ちてるんじゃない引き合ってるんだってやつで、まあ、今の物理学の基礎中の基礎みたいな話なんですけど、このまず万有引力っていうのが成り立つには地球の中心に行くほど重い物質によって作られているっていうことが大前提でないといけなくて、すなわちですね、地球が本当に空洞ということなら、この今の物理学の基礎っていうのが全部否定されることになるんですよ。じゃあもし地球が本当に空洞でしたってなったら今の物理学ってもう一切成り立たなくなる、こういった逆説的な証明なんですね。他にも否定派の根拠はいくつかあるんですけど、やっぱ一番大きいのはこの2つなんですよね。一番大きいのが2つ、まあ、ちょっと矛盾あるんですけど、ならばここまで聞くと地球空洞説っていうのはまあないのかなとちょっと思えちゃうんですけど、ただ逆にですよ、地球内部が空洞じゃないと説明ができない現象なんかがあるんですよ。例えばその1つが地震が起きるときに発生する現象なんですけど、っていうのも地震が起こったときって振動が継続して発生するじゃないですか。つまりこれ冒頭でも説明した地殻っていう部分で共鳴が起こってるんですよ。で、まあ、この共鳴っていうのはものすごく低周波なんで人間の耳には聞こえない音ではあるんですけど、この共鳴自体が地球が鐘みたいに空洞じゃないと説明が完全につかないんですよね。確かに空洞じゃないものって共鳴しないじゃないですか。これと似たような話が月で以前動画でも紹介したんですけど、あの月の表面で振動鳴らしたらその後何時間か連続して振動が起き続けたんで、これで実は月も空洞なんじゃないかという仮説が立てられてるんですよ。っていうのもですね、この地球の地殻部分の共鳴については現在でも科学者は原因を完全に解明できていないんですね。さらに言うと地球内部の空洞にですね、未確認の生命体、俗に言う地底人が住んでるんじゃないかっていう話があるんですね。まずはこちらをお聞きください。
これは1989年ですね。ロシアがまだソ連だった時代に、ソ連の技術チームがシベリアで地殻調査を行った際にですね、地下 14.4km の地点で録音したとされてる音なんですけど、まるで何百人単位の人間の叫び声みたいな。でこの音声がその後ですね、地獄の声って名付けられて世界中で話題になったんですけど、ただこの音声後に解析した人がいて、その結果ですね、1972年イタリアで公開された処刑男爵っていう映画の音声を加工したただのデマじゃないかっていう疑惑が上がりました。ただそのソ連の調査チーム曰くですね、この音をちゃんと地下でマイクで録音しましたって言ったんですけど、温度が1000度ぐらいのとこだったんですよ。普通に考えても1000度耐えられるマイクって何って話じゃないですか。その当時とか特にそんなもんなかったんじゃないかなと思って、これちょっとデマじゃないかなと思いますね。ただ一つすごい奇妙な体験談があって、それがリチャード・E・バード海軍少将っていうね、1940年代から50年代にかけて5回にわたる南極調査の指揮を取ったアメリカの軍人、僕の先輩に当たる方なんですけど、結構ねこれ長いボリューミーな話なんで省略するんですけど、時が1946年、バード少将がですね、ハイジャンプ作戦という作戦の途中に南極の上空を飛行していた時のことなんですけど、すごい白い霧が出てて、わーこれどこまで続くんだろう、霧がねえなーなんつってこう飛んでたんですよ。そしたら突然霧がふわーっと晴れて、自分南極にいるんですよ。そしたらその上にバリバリ大きな穴が見えるんですよ。でその奥にはあるはずもないジャングルが見えたっていうんですよ。でそこで本部に、大きな川が無数に見える、遠くには大地が見える、そこには象のような動物が親子で歩いてる、やばて茶色の毛で覆われてる、まるでマンモスそっくりだ、いやこれマンモスじゃねっつって通信入れたんですよ。その時撮ったとされてる写真がこちらです。はい、これまあ明らかに南極の景色ないんですけど、あとこのマンモスの姿もあるんですよ。これこの10年後にディープフリーズ作戦っていう作戦の途中で、また作戦の途中ですよ、再びこの巨大な穴の世界を訪れたんですよ。そしたら次はですね、自らをアルザル人と呼ぶ巨人族と遭遇して、そこで彼らからもう核兵器絶対使わないでねって忠告を受けて、そのまま葉巻型の UFO に先導されて出口まで案内されたっつって、でその時にまた写真撮ったっつって、こちら結構普通に考えたらファンタジー感満載ではあるんですけど、このバード少将と全く同じ証言をした人も少なからずいたそうなんですよ。あまりにも不思議すぎる体験ですよね。あとは別の話でいくと、2012年ですね、元 NSA、 これがアメリカ国家安全保障局および CIA の元職員だったエドワード・スノーデン氏、この方が NSA の極秘情報を告発した事件、スノーデン事件というのがあったんですけど、この時のスノーデン何を言ったか、それが地球のマントルには人間よりも高度な知能と技術を持った地底人が住んでると、で UFO に乗って宇宙に行ってる、彼ら地底人からすると人類の文明や技術は取るに足らないものなんだっていうような告発を行ったと言われてます。でやっぱこの話を聞いた時ってなったのが、このオカルト界で昔からある都市伝説で地底王国アガルタっていう話があるんですよ。中央アジアのどこかの地下に存在すると言われてる王国でして、ここに住む種族が僕ら地上の人間よりもはるかに高度な文明を持ってると、かつ UFO のような飛行船乗ってて空を飛び回るっていう都市伝説なんですけど、このチベットとかヒマラヤ山脈とかで UFO とか超常現象がよく見られるのはこのアガルタ人の仕業だっていう風に昔から言われてるんですよ。っていうのはやっぱ都市伝説界隈では宇宙人イコール地底から来てるっていうのはなかなか有力な説ではあるんですね。でこのスノーデン氏が告発した内容っていうのがほぼ完全に一致してるっつって、この時すげえ盛り上がったんですけど、スノーデン氏がどこまで本気だったかって話ですよね。ここはちょっと分かんないんですけど、はい、とちょっとこの辺で今日は止めとこうと思うんですけど、我々の足の下本当に地下の世界が存在すると思いますか？ あとねちょっと付け加えるとしたら、チベットに大昔から伝わる話で、あらゆる悪徳が存在しない伝説の理想郷シャンドラっていう話があるんですよ。いわゆる象徴みたいな感じなのかなって捉えられてたんですけど、今のチベット仏教の最高指導者ダライラマ14世がこのシャンバラについて、目には見えないがこの世界に確かに存在するみたいな、こうワンピースみたいなこと言ってんですよ。なので一説ではこのシャンバラこそが人間よりはるかに高度な技術を持った地底世界のことではないかという考えもあるそうです。皆さんはこれどう思いますか？地球空洞説は本当か嘘か、地底人は存在するかしないか、この動画の感想と一緒にコメント欄までお願いします。まあ、すごく内容濃くてね、2時間ぐらい掘ってブラジルまで行けそうなんで、補足とかこういう説もあるよねって方はコメント欄お願いします。同じ人間なのにヤマピーの顔はあまりにも都合が良すぎると思うんですよね。さあ今日なんですが、宇宙系の動画結構僕よく上げてると思うんですけど、それを作ってるたんびに思ってた話をしようかなと思うんですけど、まあ、この世で発明されていくものには何かしらの理由があるじゃないですか。例えばですけど、ナイフなんかもまずここまで文明が発達してない時から黒曜石をこう削って尖らせて切るっていうね、縄文時代にできたとされてるもので、やっぱり昔の人も切れたら楽よねっていう風に考えて作ったわけですよ。まあ大体のものがそう
ういう理由があるんですけど、まあ唯一別になくてもいいけどという理由でできてるのが娯楽だったりするじゃないですか。まあそれもまあ楽しみたいという理由でできてるものが多いんですけど、ただね、同じようにというか完全に理由がわからないことがあるんですよ。それがこの地球に生命が誕生した理由です。急に壮大だって。まあなんだかんだ人類って地球にとっては良くない存在なわけじゃないですか。環境を破壊し続けてるわけですよ。これ結構言ってるんですけど、生命の誕生に関して現時点で最も有名な話っていうのが原始スープ説と呼ばれてるものです。ざっくり言うと、およそ46億年前にビッグバンが起きまして、宇宙とか地球が誕生したと。で最初はマグマでドロドロだったんですけど、まあ、その表面が約2億年かけて冷えていって、およそ44億年前にまずは海が誕生したと。でこっからですよ、今から36億年前ですね、空気中の二酸化炭素とか窒素が海に溶け込んで引力によって海がぐるぐるぐるってかき混ぜられて、ああなってこうなってこうなってギュー、生命が誕生したと。いや無理ないですかこれ。まあ、実際この今でも仮説があるだけで、じゃあ具体的にどうやって誕生したかについては解明されてないんですよね。たださっきも言った最初の生命体が地球上に誕生する確率っていうのが、まあ、これ具体的な数字が出てまして、まあ、それがビッグバンの名付け親でもございます天文科学者のフレッド・ホイル博士という彼が出した確率っていうのが10の4万乗分の1。10の4万乗っていうのは、まあ、10×10×10 っていうのを4万回繰り返した数字ですね。4万、これもしかしてここに僕の財布盗んだ犯人の答えも入って、失礼しました。まあそれほど全くイメージつかないと思うんで、まあこの確率を言い表した例があって、まあそれがですね、まずゴミ置き場想像してください。その上に竜巻が通過したら、そのゴミ捨て場にボーイング747ジェット機が完成してる確率と同等だと言われています。うわー生命ってやっぱ神秘的だなーってならないでしょ。そんなわけないやろって話じゃないですか。よくプールにバラバラの部品を投げて偶然集まった部品で腕時計が完成してる確率なんて言いますけど、それよりも上ですよ。だって飛行機出来上がるんだから。まあ、さらにもう一つ言うと、この世界にあらゆる物質が存在する理由っていう、これもちょっと面白くて、僕も難しい話なんでどううまく言ったらいいかわかんないんですけど、まず物質って正反対の特性を持つ反物質と呼ばれるものが存在します。 SF 映画とかでよく出てくるんですけど、例えるならこの周りのものって全て原子っていう、すごい小さい粒でできてるじゃないですか。もう肉眼とかで見えない。ちょっと文系の方ごめんなさいね。まあ、その原子が電子と陽子っていう、まあ、プラスマイナスの正反対の特性を持った部分に分けられるんですけど、ここで大事なのがこの電子と陽子って絶対に同じ数であることなんですよ。で話戻しまして、これと同じように本来であればですよ、この世に存在する物質と同じ数の反物質が存在しないといけないんですけど、ただ反物質なんで誰も見たことがないんですよね。まあ、それなぜかというと、反物質ってそのペアとなる物質に触れた途端対消滅って言ってお互いふわって消えてしまうんですよ。じゃあちょっと待ってくれと、物質と同じ数の反物質がありました。ただこの2つは出会うとお互いに消えます。でもこの世界に反物質がほとんど存在しておりません。皆さんこの矛盾に気づきました？スターオーシャンセカンドストーリーみたいな話ですよ。じゃあなんでこの世界に物質がまだ存在してるのかっていう話になるんですよ。もうさっきの話が全部本当ならこの世界は何にもない真っ暗な無の世界のはずなんですよ。黒かどうかもわからんよ。ではなぜ我々が存在するのか。この説明としては、宇宙の誕生と同時に大量の物質と反物質ができたと。そしてこれらは対消滅を繰り返してどんどん消えていったんですけど、そこにわずかな揺らぎというものが起こり、特定の物質だけが残ったと。やっぱり調べてみても、この生命誕生のストーリーと同じようにですね、かなりあやふやというか、もはやちょっとこじつけじゃないですかねと思うのが多いんですよ。じゃあここまでで何が言いたいかというと、こちら、宇宙そのものが人間にとって都合が良すぎるんじゃないかという話です。まあ、実はこれ宇宙のファインチューニングって言ったりするんですけど、これもね、まあ、分かりやすいもので物理定数っていうのがよく挙げられます。あっとるかちょっと微妙ですけど、万有引力ってあるじゃないですか、とかあと重力加速度とか真空の中の光の速度とか、まあ、物質の状態に関係なく同じ値になる定数のことね。これって言い換えると、この宇宙が決めた絶対絶対の数字なんですよ。もう確かに空気中とか真空とかいろいろあるけど速度変わらない、もうこうなのっていうね。でここで面白いのが、この物理定数を少しでもいじると人間とかあらゆる生命体が存在することはおろか、宇宙そのものが崩壊すると言われてるんですよ。例えば万有引力の定数、これが今の値より少しでも大きくなったら、宇宙や太陽は内側に重力で押しつぶされて核融合反応が急速に進んですぐに燃え尽きます。反対にですよ、今よりも小さくなった場合、核融合反応はゆっくり進んで結果的に生命の材料となる元素が作られないと言われてるんですよ。いずれにせよ僕たちが存在しないことになるんですね。じゃあこのもはや完璧とも言えるこの物理定数、これ誰が決めたものなのか、誰がこの人間にとってこんな都合のいい世界にしたのか、これ実は柴田なんですよ。すいません。一つ目、人類を超えた存在、もう神様とかの領域ですよ。そのレベルの奇跡なんですよ。まあこれがスターオーシャンセカンドストーリー、また出ましたけど、まあこれともその人類を超えた存在が反物質の武器を作ってたっていう話なんですけど、反物質は反物質でしか貫通させられないんで、その反物質の武器を作らない
ないといけないとかもいいんですけど、逆にこの宇宙は人間にとって完璧すぎるイコール神様が存在するとも言えるんですよね。そして2つ目、仮想現実。はい、これよく僕が言ってるんですけど、多分そうなんですよ。あ、これこいつ気づいてるわガチでって思われてますね。シミュレーテッドリアリティとも言います。もうこの世界が完璧すぎるのは何者かによってプログラムされたからというのが言えるかもしれませんよね。だからそのマリオパーティーの中にいるあの4人はなんで俺たちスゴロクやってんだろうと思わないじゃないですか。そういうことなんじゃないかと。まあこれちょっと喋り出したら6時間ぐらいかかりそうなんで、ここでは割愛します。そして3つ目、人間原理。はい、これざっくり言うと、もう我々人間が生まれてきたのがこの宇宙なんだから、あらゆる数が都合いいのは当たり前だろうっていう考え方です。まあこれ簡単に言うと、酸素があるから呼吸できるのは人間がそうであるだけで、酸素を吸ったら死ぬ生命体がいるだけの話っていうことです。っていうのもこの原理は複数の宇宙がまず存在することが前提で、まあ俗に言うマルチバースみたいなやつで、まあ、我々が見えてないだけで、実は微量にこの物理定数が異なる複数の宇宙というのは存在してて、偶然この宇宙は人間と今僕たちが呼んでるものが生きれる条件だったと。だから人間が存在することが当然だと、なんでそもそも人間中心に考えとんやっていう説になります。まあ、その根拠とされてるものが超弦理論という考え方で、まあ、ざっくり言うと世界のあらゆる物理現象を一つの数式で表したものだと考えられてるんですけど、なんとその方程式を解くと答えが10の500乗個っていうとんでもない数出てくるんですけど、つまりそこから宇宙は10の500乗ぐらいは存在することが言えると考えられてるんですね。また余談なんですけど、この超弦理論が11次方程式であることから宇宙は11次元じゃないかと考えられてるんですよ。まだ僕ら3とか4とかの話ですよ。もう11まで行くとはぁですよ。はい、でまあここまで宇宙が人間にとって都合が良すぎる理由について話したんですけど、これ偶然なのか何か目的があって作られた必然的な存在なのか、ただいずれにしても今までの流れからして科学っていうのは、まあ、思想とか宗教とは相反する存在ではあるんですけど、結局行き着こうとしてる先は同じような気がしてきませんか。そしてもう一つ、この2つが融合したような面白い話があるんですけど、それがラプラスの悪魔と呼ばれる考え方です。これ聞いたことある方多いと思います。ざっくり言うと未来を完璧に見通すことができる存在のことなんですよ。まあ、科学の話に戻るんですけど、この世界のあらゆる物理現象ってあらかじめ予測することができますよね。例えば自分がボールを蹴るとき、蹴る位置と蹴る強さ、ボールの重さが事前に分かっていればどこまで飛ぶかっていうのが分かるじゃないですか。逆に言うとどこまで飛ばすかも調整することができる。なのでこれを考えると、全ての出来事は過去の出来事によってすでに決められているということが言えるんです。まあ否定された話は後でするんですけど、まあ、他にも例えば今日の晩飯は焼肉にしようってなったとしますよね。一見するとその時の気分、そしてその人の意識で偶然決めたことのように思えるんですけど、本当はちょっと前に焼肉の CM を見てたとか、体内にタンパク質が足りなかったとか、全て必然的に決まっていると。なので仮にこの世界の全ての情報を把握できる知性を持った超越的な存在がいたとしたら、その存在は未来を完璧に見通すことができるという意味で、その存在をラプラスの悪魔と呼ぶ考え方があるんですよ。まあ、因果系の話になりますよね。まあ、銀河から因果ってちょっとかかってるんですけど、ただこれに似たような話は科学の世界出た時に、この後量子力学っていうのが出てきて、まあ、矛盾はあるとしてこれ完全否定されたんですけど、ただですよ、共通して今話した内容全部に言えることなんですけど、あくまでも人間が導き出したことである以上、どうしても気づかないうちに主観が入ってる可能性が高いんですよね。これをまあ確証バイアスとも言ったりするんですけど、血液型占いとかそうじゃないですか。まあ誰にでも当てはまるし、まあそうじゃなかったとしてもそうであると思い込んでしまう。でこれ結構科学にも言えることで、これはねその科学者がそうだったからとかじゃなくて、もう人間がっていう話で、人間が研究を行ってる以上は、まあ、少なくとも多少バイアスがかかってしまうから、導き出すことが非常に難しいということなんですけど、最後に今日のまとめとしてすごいいい言葉を見つけたんですけど、まあ、それがユージン・ウィグナーっていうノーベル物理学賞を受賞した方の言葉なんですけど、私たちのどう見るか認識するかの意識こそが世界を変えると。いやこれ本当にそうだなと思って、今日の話もですよ、誰かすごい方が決めたからという理由であたかも当然の事実かのようにまかり通ってるんですけど、生命の誕生とか物理定数とかの言葉の意味とか、こういったねそもそものところが分かってない時点で、自分がどう認識するかによって世界って無限通りの答えがあると思うんですよ。だから僕ね、それだともう無限に選択肢がありすぎるから、人間って痛みを感じるようにできてるんじゃないかなと思ったんですよ心にも体にも痛みっていうものがあるじゃないですか。痛いからやめとこうとか、まあ、言い方変えると感情ってその一つのどう見るかっていう視点の部分にものすごい大きく影響してるはずなんですよ。この全てが間違いである可能性の方が高いんですよね。そもそも理由を必要とすることが愚かな行為なのかもしれないと。つまり感情を持たずしてる生命体の方が生命誕生の理由を知ってる知ってる知ってる。
ってことね。じゃあそれなーに。そう、人工知能。あ、これふと思ったんですけど、あらゆる知識を何万兆と人工知能に詰め込んでいくとするとですよ、これどうなるか。人をあらゆる分野で超えるわけですよ、つまりは人間っていう生命体を超えるんですよ。これね、ここから僕関さんの言ってる意味がちょっと分かったんですよ。よくあの人なんか点と点を繋ぐ線がとか言うじゃないですか。あの点と点を A と B とした時に、人はその間に線を繋ぐとするんですよね。あ、ここで繋がったねって線を引いちゃうんですよ。これ違うんですよ。よくその線を見てみたら全部が点なんですよ。点の集合体が一つの線を作ってるに過ぎなくて、これって原子とか分子とかと全く同じなの気づきました。一つ一つに意味を持ってるってもので、つまりはこの人工知能にこの世の全ての知識っていうのを詰め込んだら、いずれは意識を持つと思うんです。そこで、あ、僕らがこれ持ってる意識って知識の集合体だったんだってなるんじゃないかなと思ってて、これちょっとラプラスの悪魔と似てて、焼肉食いたいな、お腹減ったわって人間とか知能を持ったものがなるものじゃないですか。感情とかもそうなんですけど、まずこれが違うんですよ。まずここには焼肉には何がその含まれてるかっていう栄養価の知識とか、自分が今お腹を空いてて空腹はどう体に影響してるかっていう知識、もうそれだけじゃない、他の無限のその過程における知識、そのあらゆる選択肢の中から結果的に焼肉食いてって焼肉を選んでるわけです。 A の焼肉っていう点と、これ B の点がね、まあ何か分かんないですけど、空腹にした時にいろんな知識の点が続いてこの A と B が繋がったってまでの話だと思うんですよ。つまりはこの地球も人類も、もうもっと大きく言うと宇宙も、何かの A と B を繋ぐ一つの点に過ぎないってことなんですよ。だからなぜ自分たちは点なのかっていうのを考える前に、そもそもの A と B さえ分かれば点の意味が分かって、いずれ線になるんじゃないかなって思うんですよ。その点っていうのが、これ分かる方お待ちしております。すいません、僕はこの点が分かりませんでした。皆さん今の聞いてちょっとコメント欄でいろいろはかどるんじゃないかなちょっと思いましたね。量子力学とは、素粒子、原子、分子などの微子的な世界の物理現象を扱う理論体系。アインシュタインの光量子論、ボーアの原子構造論などを経て、ハイゼンベルクの行列力学と、シュレーディンガーの波動力学とが統一され、1925年頃に確立した。何の話じゃ!さあ今日はですね、疲れてる方はあんま見ない方がいいかもしれないですね。もっと疲れると思います。っていうのもですね、こんな DM 来てました。こんばんは、こんばんは。僕は高校生です。そうですか。物理がとても苦手だったんですが、タックさんのこの現実はあまりにも都合良すぎる件の動画を見て少し好きになりました。そこから今、量子力学について興味を持っています。調べれば調べるほど面白くて、高校生の僕が理解できています。で、お前は?なんやそれ。どんな終わり方しとんねん。小さい粒の話ですよね。余裕余裕。こちらは空想科学読本読破してますから。知識パンパンですわ。ということで今日は横型授業、シコタントンペンコンパンション。早速なんですけど、この量子力学、これオカルトとか都市伝説好きな方でも聞いたことある方いると思うんですけど、結構出てくる話なんですよ。その理由も後でわかると思います。ただそこまでめちゃくちゃ詳しいかと言われたら全然浅い方なんで、なんかもっとわかりやすく解説できる方いたらコメント欄お願いします。ちょっと一個一個量子ぐらい噛み砕いて説明するんですけど、まず量子って何なのかっていう話。これはありとあらゆる生き物とか物質を形作ってるめちゃくちゃ小さな粒全てのことです。いろんな車種があるじゃないですか。車種って言わなくてもトラックとかね、三輪車とかいっぱいあるんですけど、それらを全部車って言えるじゃないですか。そういうことです。陽子、電子、中性子、俺はこの街飛び出すし、よ、かける、やめていきましょう。そしてこの3つで構成されてるものが原子なんですけど、それも量子なんですよ。ちなみに量子の平均的な大きさっていうのが、1ミリの1000万分の1ミリメートルだと言われてます。で、これをナノメートルで表すと、約 0.1 ナノメートルです。じゃあミリメートルにしてみると、0.00001 ミリなんですよ。見えない。小さすぎるこれ。で、まあその量子を研究していこうっていうのが量子力学なんですけど、ただ、なんでこんな小さいのとか、そういうことじゃないんですよ。ちょっとややこしいんですけど、実験した結果をどう解釈したらいいのか考えた結果ですね。いやもうこれは普通の世界ではありえないことが起きてるなと、そういうことを説明しようとする学問なんですよ。例えばこっからこの重さのボールを落としたらどう転がるかとか、熱を加えた物質が固体液体気体になるといった、そういった目に見えてるものの反応とかあるんですけど、ただそれまでのルールが全く通用しないミクロの世界でルールを見つけるために、一旦これまでの概念からもう頭ぶっ飛ばそうぜって始まったものです。それが最後に詳しく解説するんですけど、粒子なのに波になったり光になったり粒になったりとか、何これ。じゃあこれを一旦量子力学としましょうという話です。もうついていけないのである。そのための学問なんですけど、その性質がですね、まあいかせん小さいんで謎が多いんですよ。いろんな解釈があります。なので例であったりとか瞬間移動とか、そういった現象には量子が関係してるんじゃないかっていう意見が出てるんですね。今日はその中でも特に面白いなと思う説であったり実験を持ってきました。まずこの量子力学には、量子のもつれっていう面白いワードがあります。これは何かというと、片方の粒子の状態が変化すると、それに応じてもう一方の粒子も瞬時に変化して互いの状態が確立するという話。まあその
パジンカスに分かりやすく説明するとハーデスの一角みたいな話ですね。第一停止でこれ演出来てこれでゴッド止まればもう確定だよねみたいな。ちょっと分かりづらいですね。いい例えでよく使われるのがボールで例えます。赤と青の2色のボールが1個ずつあるんですよ。それを箱に入れてから混ぜて誰一人色が分からない状態でボールを1個ずつ別の小さな箱に入れます。でそれから外側見えないようにして箱の蓋を閉めてそのうちの1つをシャムさんの家に持って行ってもう1つをユユータニ家の家に持って行ったとします。皆さんこの段階でボールの色って分かりますか？分からないですよ。ただもしですよ、シャムさんの家に先に着いてシャムさんが開けた時そのボールが赤だったらユユータニ家は確実に青なんですよ。まあ、これ当たり前じゃないですか。ただこれ量子力学では次のように解釈します。箱を開けた瞬間双方のボールの色が変化して確定してるんだと。そう、開けるまで色は誰にも分からないんですよ。これは実際シャムさんのとこ持っていくまでは青だったんじゃないかと。ただシャムさんが開けて赤だったからこっちは青になった話なんじゃないですかって話なんですよ。これをですね、現実では起こり得ないであろう、どれだけ距離が離れていても強い相関を示すということがこの量子のもつれというふうに呼ばれてるんですよ。何がと思ってる方いると思うんですけど、多分後半にかけて徐々に分かってくると思います。ただあのアインシュタインも不気味な話ですねって言ってます。その通りです。ただ重要なのが、まあ、これはボールを見た時の話なんですよ。っていうのもそもそもですね、もうすごい実際もミクロマクロな世界を見た時、一番小さいものを素粒子って言うんですけど、この素粒子何の個性もありません。小麦粉みたいな、もうそこからパンになっていろんなパンにはなるけど、その前の小麦粉みたいな、これはもう同じ数の素粒子から構成される原子核も同様で、つまり10個あっても全部一緒のものなんですよ。これランダムにしてもどれがどれかなんか分かんないですよ。ただ原子核が起こす原子崩壊ってあるんですよね。放射能放出ですね。崩れたら放射能が出る。そのタイミングはそれぞれで異なるんですよ。だからこれ同じように見えて違うと、これなんか私たちは見落としてるんじゃないかっていう意見もあるんですよ。物理学だったら同じ条件下でこうならこうなりますっていうのがあるんですけど、それが通用しないと。だからこれはもう見て変化してるんじゃないかって仮説したんですよ。じゃあボールの色はなぜ変化するのか、もうこれについて日本でもですね、国立情報学研究所の添田明人准教授、いやもう物理法則がそういうものだったとしか言えないって話してます。いや本当結論そうなんですけど、ただじゃあこの量子のもつれ今後何に重要になってくるか、それがテレポート、どこでもドアとかね、そういったものが実現可能なんじゃないかと言われています。っていうのも人を含む生き物物体っていうのは量子でできてますよね。そのため福岡にいる僕をですね、もう量子レベルまで細分化してバラバラにするんですよ。じゃあその僕を構成する量子を使って東京で僕を瞬時に生成すると、これが可能になれば福岡にいた僕は東京に音もなく出てくるんで、テレポートが実現したって言えるんですよね。ただまあ現実的に考えたらまだ技術的には無理です。こんな小さくする技術もないんですけどもね。じゃあ現時点で起こる可能性があるもの、量子の状態を転送する量子テレポーテーションと呼ばれるものになってます。実際には量子そのものが瞬間移動してるわけじゃなくて、さっき量子のもつれ説明した時に言ったボールなんですけど、量子のもつれの関係にある2つの量子はどれほど離れていても片方の状態が観測されるともう1つの状態も瞬時に確定するという現象が起こるだけなんですよ。でもこれってよくよく考えたら、シャムさん側でしか確定してないのにユユータ側の色も分かってるという、そういった状態が転送できてると言えるんです。こういった、ね、情報が送られることから量子テレポーテーションという名前が付けられてます。じゃあもし実現しようと思ったら、まず遠い距離を一瞬にして移動できるとされるトンネルみたいな、なんかワームホールの理論を発展させることなどが必須だそうなんですけど、ここは分からん。ただ皆さんがなんか聞いたことあるかもなっていう話の一つで、シュレーディンガーの猫ってやつがあるんですけど、これを行ったのが理論物理学者のシュレーディンガーなんですよ。でこの観測するまで分からない、途中で色変化してるんだよってことに関して猛反発したんですよ。お前何言ってんのっつって。じゃあ一つの箱の中に生きてる猫ラジウム、そして放射線量測定装置、生産ガス発生装置を入れて、綺麗に 50% の確率で猫が亡くなるという可能性を考える。これを思想実験で行いました。これ思想実験って何かというと、ご安心ください、頭の中だけでやった実験です。なのでこうした状況がある場合ですね、当然蓋を開けるまで猫ちゃんが亡くなってるかどうかというのは不明なんですよ。でシュレーディンガーはこの実験において猫が生きてるというパターンと亡くなってるというパターンの2つが同時に存在してることがありえないでしょと。結局、まあ、見るまで物事の状況を確定しないというのは当たり前ですよねと。それで言うと2つの可能性絶対ないんだから、イエスかノーしかないんだから、量子力学っていうのは未完成の状態であると、まあ、それを言いたくて思想実験を行った結果を言ったんですよ。ただちょっと考えてほしいんですけど、結局ですよ、箱を開けないとわからないですよねって言ったんですよ。だからその2つのパターンが同時に存在してないってあなた証明できてないよねってなったんですよ。ほんならここに革命的な意見をですね、理論物理学者ジョン・スチュワート・ベルが言いました。おい、いいが箱の蓋こっそり開いて
間から中覗いて猫の状態確かめたらいいんじゃねえって。いやこれ何の話？頭の中で大真面目に天才がなんかやってますけど、ただ面白いですよ。これベルの不等式なんですけど、これはもうなんかわからん。だからベルはですね、覗いて確認できた観測結果は初めから状態が決まっていた場合と見た瞬間に状態が決まった場合ではばらつき方が異なるということを数学的に証明したかったんですよ。それさえ分かれば確かに変わってるね、いや変わってないよって分かるじゃないですか。ただ結果1980年代フランスの物理学者のアランという方がこれを応用して、観測した瞬間に物事の状態が決定されるというね、コペンハーゲン解釈の方が正しいということを証明したんですよ。っていうのがこれ最後に当てはまってくるんですけど、確率とかその状態には上限はあるんですけど、もっともっと小さな世界で見ていたら、やはり最終的には観測しないと物事の状態は分からないということを言ったんですよ。あったわ、こうもっと詳しく解説するとあるんですけど、一旦やめておきますね。じゃあ次にちょっと面白い説として、体が壁を通り抜けることがあるかもしれないって、これ聞いたことないですか。これトンネル効果って言うんですけど、特定の粒子がエネルギーの壁とかすり抜けていく、一定の確率で通過するよと。これ結構なんとなく想像できますよね。またここにも、じゃあ通り抜けた後また集まった粒子で作られたお前はお前なのかという問題点出てくるんですけど、ただ単にその前で粒子になって奥にたまたままた粒子でお前が作られただけじゃないかと。確かにそうなんですよ。っていうのも可能性ゼロじゃないんですよ。全部ざっくり計算しただけでも100億分の1以下なんでゼロやろって話なんですけど、まあ、壁をすり抜けられる確率を熱い薪ストーブの上で夜間のお湯が凍るっていうね、そういった異常現象が起こる確率よりも低いとされてます。でこの地球がですね、生命に誕生する確率っていうのが10の4万兆分の1であると言われてるんで、その確率よりも低いと言われてるんですよ。ただこういった量子力学ってものがなぜこんな天才たちの間でずっと議論されてるのか、これがあるとんでもない実験があったんですよ。それが二重スリット実験です。図で解説したいんで言葉だけだと分かりづらいと思うんですけど、2本の縦の隙間、いわゆるスリットですね、これが入った板を使用した粒子と波の二重性を典型的に示すという実験、これは後に20世紀で最も美しい実験に選ばれました。最も何言ってんだ実験ではありません。これ実験方法というのが、スリットが入った板を間、その奥に板を設置して、そこには粘着性のある板を置きます。でそのスリットの前からですね、たくさんのボールを放つ銃を使用して、その銃をスリットの入った板に向かって撃つんですよ。これ結果として隙間以外のところを跳ね返ってきて、隙間に合わせて隙間を通っていくんですよ。で奥に到達したボールだけくっついて、結局ですね、その隙間分だけの縞模様ができるんですよね。じゃあ続いて光を使用した実験、奥の板をですね、光が届くとそこに跡が残る、そういった紙に書いて行いました。奥の板を感光剤つって、光で反応する薬剤があるんですけど、それを塗った紙に変えました。するとこのスリットを抜けて光は波紋のように広がっていきますよね。ほんならストライブみたいな何本もの縦模様が見られたんですよね。ああそうかと、隙間を抜けてまた広がろうとするからこう縦になるんだなと。じゃあこれを電子に変えてみたんですよね。電子銃、電子を放つんですけど、言うたら電子粒ですからボールと同じ反応になるんですよ。普通だったら他の学者たちも小さい世界で見てもそうなるだろうなーって、奥の板に2本の縞模様ができるんだろうなーって予想していたんですけど、ただこの電子バーンって一斉に放たれると、光と全く同じのストライブ状の筋を板の上に作り上げたんですよ。これなんですよ、全ての元凶は。それ見た学者がもうはぁってなって、ちょ待てと、いやその隙間を観察しようと、これなんか右と左どっち通るかで結果変わってくるんじゃないっつって、さっきの猫の覗きみたいな感じで横から観測しながら電子銃バーン撃ったんですよ。すると通る瞬間に消えてたんですよ。はぁ、で奥の板見たら同じように2本の縞模様を作ってたんですよ。はぁって、さっきとちゃいますよなんてなって、俺たちが観測してたから粒なったんじゃねとまで言われ始めるんですよ。この二重スリット実験ですね、何回も検証されて、学者たちの間では電子っていうのは粒としての性質と波としての性質2つを合わせ持ってるんじゃないかって考えたんですね。でもいやそんなことあるかと、マジで意地になって、通る瞬間マジでランダムに観測器を置いて、しかもその観測できるスピードも最終的にどう動かないといけないか、電子が変化するその直前に観測できるようにしたんですよ。これだったらはなんか性質分かってくるんじゃないかと思って、ただ実験結果、観測してる時だけ2本の縞模様だったんですよ。これどういうことかというと、観測してる時にこうなるっていう過去未来現在、その全てが量子の世界では確定してるんじゃないかと。それに合わせて変化してるとかじゃなくて、これなんか全部決まってる可能性あるくねってなってきたんですよ。ただ逆にですね、この二重スリット実験から得られた結果として、誰かが何かを観測することで初めて現実が誕生するというものもあり得ます。自分たちが認識してないものっていうのはいくらでも性質を作り変えることができる。言い換えれば、物事と世界っていうのは誰かが意識することによって成り立つとも言えるんです。
ですね。さらにこの実験の結果によって、あ、この世っていうのは何者かが自由自在に事象を操作してるっていうシミュレーションである可能性を疑うことができるんですよ。古代ギリシアの哲学者プラトン、イデア論ってものがあるんですけど、考えられた比喩で、人間は生まれた時から洞窟の奥の行き止まりに体を向けたまま振り返ることができないように縛り付けられてると例えたんですね。なので背後に映る火で照らされた影しか見えることができないと、それを実体だと思い込んでると言います。そのためプラトンっていうのは、人は何かの実体を見ることができない、私たちが目にするものは実体の影であると提唱してます。またスウェーデンのニック・ボストロム、人類はシミュレーションの中の住民である可能性が非常に高いとシミュレーション仮説っていうのを提唱してます。そしてイーロン・マスク、この世界はコンピューターゲーム上の仮想の世界のようなものと言いました。我々人類が住む世界が仮想現実であるという説を唱えてるんですね。ただ大事なのは、ゲーム上の仮想の世界のようなものというところだと思うんですよ。これが完全にわからないからなんですね。なので一見すると猫の実験もボールのお話も意味不明なんですけど、この二重スリット実験含め、今まさに我々が暮らしているこの現実世界っていうのが認識してから誕生した現実世界であって、もっと小さく見ていくとただの仮想空間の一つに過ぎないんじゃないかということですね。これからこの量子力学という分野、ここが解明されれば幽霊とか魂の存在とかそういったところまで分かってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで長くなりましたが、今回は未解明の怖い量子力学とか実験によって浮かんでくる都市伝説的な要素、仮説を解説しました。ちょっと難しいですよねこれね。ただ僕は思うんですよね、そのものには意識っていうものがスイッチが切られてるけど、量子の世界ではちゃんとこっちを認識してるんじゃないかな。量子には1次元も2次元も3次元も4次元もない、あらゆる空間を、あらゆる次元を移動できるんじゃないかなと思うんですよ。ってことは量子のことを僕らが認識できない、でも量子はこちらを認識してるんじゃないかなと思いました。そこでなんかこうピカピカ光って音楽を作ってナマズが、今日は以上。ぜひ皆さんの意見もコメント欄でお待ちしております。最初はグーじゃんけーんだで、行ってきます。さあ今日なんですけど、先日リスニーさんからこんなリクエストでした。タカさんこんばんは。こんばんは。タカさんの宇宙系の動画すごい好きなんですけど、最近上がってないんで寂しいんです。そこで思ったんですけど、無重力の空間で体に起こる変化ってどんなものがあるでしょうか。また宇宙で死んでしまった人の遺体ってどうなるんですか。エセ天文学者のタカさん教えてくださいということなんですけど、こちらリクエストありがとうございます。エセ天文学者ってなんかいいですね。宇宙系いいですよねやっぱ。今日はですね、この宇宙空間に投げ出された時に起こる人体の変化とか、そういったものについてお話しようかなと思います。で今回ですね、今僕のショーツ動画で使用している 3DCG 技術っていうのをこのメインチャンネルにもちょっと組み込んでみようじゃないかということで、今回動画作成しております。いつもより時間もかなりかかった動画になっております。ぜひ面白いなと思ったら高評価お願いします。やっぱね 3DCG 技術ってすごいですからね。10秒で数万円とかですから、ちょっと見ててくださいよ。あははは、信じるか信じないかはお前次第です。はい、これ1万円です。何しようこれ。早速なんですけど、まず皆さん宇宙酔いって聞いたことありますか。これは宇宙飛行士とかの間では割とある現象らしいんですけど、無縁ですよね。まず僕らの地球で何気なく過ごしてる間って、まあ、当たり前ですけど常に重力の影響を受けてますよね。この重力を受けるという情報は耳の奥にある前庭器官という小さな器官に脳が信号を送ることで人間は体のバランスを保ってるんですよ。宇宙空間ではこの器官に入ってくる情報っていうのが変わるんで脳が混乱するんですよ。あれいつもと違うと。なので多くの人は頭痛、吐き気、嘔吐といった宇宙酔いっていう現象が現れると言われています。逆に地球に戻ると急に重力かかるんで重力酔いっていうね、似たような症状が出るんだそうです。他にも宇宙空間で体に起こる変化としては顔のむくみですね。これは無重力のために上半身に血液とかが溜まることで起こります。あとよく聞くのが骨や筋肉が弱くなる。宇宙から戻ってきた人が両脇から誰かに支えられながら歩いてくるとか見たことないですか。これは長い間宇宙にいた場合に起こるんですけど、お察しの通り宇宙では重力がめちゃくちゃ弱いんで筋肉を使うってことがなくて、結果筋力とか骨がどんどん弱くなっていくんですね。じゃあ今までの話っていうのはこの宇宙船の中ですよね。もしくは宇宙服を着ていた場合のお話なんですけど、反対に生身で宇宙空間に出た場合どうなるのか。 SF 映画じゃ一瞬でドロドロに溶けて体が爆発するとか凍ってしまうみたいな描写多いと思うんですけど、実際はどうなのか。結論、ほぼ即死します。っていうのも宇宙っていうのは真空の空間になってるんですけど、真空の状態では人間の体って水分が蒸発するんで大きさがだいたい2倍ぐらいに膨れ上がると言われてるんですよ。体が内側から膨張すると内臓や肺、心臓なんかが急激に圧迫されたりとか、筋肉とか骨の中で窒素の気泡が生じる減圧症とか酸素不足による低酸素症、こういったものが同時に進行するんで、意識が保ててる間っていうのがせいぜい15秒程度、2分間もあれば確実に死ぬと言われています。そう考えると宇宙服ってめちゃくちゃすごいんですよ。現在使われてる宇宙服についても軽
軽く調べてきたんですけど、宇宙服大きく分けて2種類あります。一つはクルーが宇宙に向けて出発する時と帰ってくる時に着る船内与圧服っていうもの。これは気圧の変化に対応したりとか緊急脱出用のパラシュートがついていたりして、現在はオレンジスーツってものが使われています。重さはだいたい45キロくらいあるそうです。もう一つが船外活動服ですね。これは宇宙船から出る時に着る宇宙服なんですけど、現在はアメリカが開発した船外活動ユニット EMU、 ロシアが開発したオーラン宇宙服と、この2種類が使われています。重さがだいたい120キロくらいあるんですね。どちらも一人乗りの宇宙船って呼ばれるぐらいいろんな技術が詰め込まれていて、開発にかかるお金っていうのが1着10億円以上です。ちなみに2025年以降ですね、男女一人ずつを月面に着陸させるアルテミス計画っていうのが予定されているんですけど、それを踏まえて今年 NASA はですね、新型の次世代宇宙服アクシオム船外活動ユニットというものを発表しました。今後もし宇宙旅行が一般的になったら、僕らもいつかこの宇宙服を着るかもしれないということなんですけど、実はこの宇宙服が新しく今回作られたのって40年ぶりのことらしいんですよ。今国際宇宙ステーション ISS が使ってる宇宙服っていうのも40年以上前のものなんですよ。この理由として、宇宙服って材料を何層にも重ねて全て手作りなんですよ。その縫う技術っていうのが継承されてなくて、40年間誰も作ることができなかったらしいんですよ。宇宙行ける技術あるなら作り方ぐらいしっかりメモっとけよっていう話なんですけど、ってことでちょっとここまでは宇宙空間に行ったら人間の体どうなっていくのかについて話したんですけど、ここから後半リクエストなんですけど、宇宙空間で亡くなった場合ですね、人間どうなるのかというところ、これもちょっと怖くて、宇宙空間で人間が死亡した事例っていうのがかなり珍しいんですけど、実は一つだけあったんですよ。それがソユーズ11号死亡事件というもの。発生したのが1971年の6月、ソ連の宇宙船ソユーズ11号っていうのが3人の宇宙飛行士を乗せて世界初のステーションソユーズ1号へのドッキングをするために宇宙へと打ち上げられていました。これドッキング見事に成功してるんですよ。それまでの宇宙滞在の世界記録を超える22日間の滞在を記録したんですけど、その帰り道です。3人が帰還カプセルに乗って地上で帰還しようとした時、カプセルのバブルから空気漏れが発生して、高度167キロ時点でわずか数十秒足らずで空気がなくなって、帰還した時3人とも窒息死していたんですね。高度100キロ以上で発生した死亡事故はこの1件だけになります。ただこれはあくまでも上で亡くなって遺体が地球に帰ってきたというケースなんで、次にそのまま遺体を宇宙空間に放置されたらどうなるのかということについて、これね前例ないんですよ。なのであくまで予想にはなるんですけど、人が亡くなった後体の変化っていうのが、重力によって血液が溜まって皮膚には死斑と呼ばれてるあざができ始め、次に体温が低下しますね。筋肉繊維にカルシウムが溜まって死後硬直が始まって体が腐っていく、ざっくりとこういった順番なんですけど、これが宇宙空間になるとどうなるのか。まず重力っていうのがないんで死斑できません。酸素もないんでバクテリアは活動せずに腐敗もほとんどしないんですね。あくまでも憶測にはなるんですけど、これがイギリスのティーズサイド大学、これ僕がちょっとだけ行ってた大学なんですけど、そこのティム・トンプソン教授によるとですね、宇宙空間で亡くなった遺体、その後も生きてる人間のように見える可能性が高いと言われてるんですよ。これはこれでちょっとゾッとしますけどね。 NASA には実際に宇宙で誰かが亡くなった時の細かいマニュアルが存在してて、地球からの距離によって若干対応変わるんですけど、例えば死亡したのが宇宙ステーションみたいな比較的地球から近い場合はですね、他の乗組員が遺体を帰還カプセルに入れて地球に戻すっていう対応します。ただ逆に火星みたいに何ヶ月もかかる距離で亡くなった場合、帰還カプセルは使えないし、じゃあ火星で埋葬するのかという話になるんで、遺体を専用のバッグに入れて地球に戻るまで保存すると、そういった対応になるんですね。ただこういったような処置をした事例っていうのがまだないんですね。じゃあちょっと最後おまけなんですけど、宇宙に行ったことがある動物、こういった記事があって結構面白かったんで紹介します。この宇宙飛行が可能になった今でも、動物に与える影響を調査する目的でたびたびね動物を宇宙に飛ばしてるんですけど、大体何種類ぐらいの動物がいるのか、ちょっといくつか前例を紹介するんですけど、まずハエですね。実は宇宙に送られた記念すべき最初の生き物っていうのはハエで、放射線による被曝の影響を調べるためにですね、1947年ロケットに乗せて打ち上げられたんですけど、結果的に高度 100km まで到達して帰ってきたんですよ、ハエ。これもう全然健康大だったそうです。じゃあ2つ目が猿ですね。これは何回か実験してるんですけど、1回目が1948年に打ち上げられたアルバートという猿。アルバートは高度 63km まで到達したんですけど、残念ながら飛行中に窒息しました。次に1949年に打ち上げられたアルバート2世ですね。宇宙まで到達したんですけど、パラシュートの展開に失敗して亡くなりました。一番有名なのが1961年に打ち上げられたハムっていう猿なんですけど、彼は宇宙船に取り付けられた模型型基板の操作に見事成功して地球に帰ってきて、その後17年間ぐらい生きたと言われています。次が犬なんですけど、一番有名なのが1957年にソ連が打ち上げたライカという犬。世界で初めて地球軌道上を周回した生き物として知られています。ただ当初ソ連はこのライカについて、打ち上げてから10日後に毒入りの餌を食べて安楽死したというふうに報告していたんですけど、その45年後の2002年、当初開発に携わっていた科学者の論文で、ライカを打ち上げの数時間後には加熱とストレスによって亡くなっていたということが発覚しました。このお話っていうのがスペースドッグスっていうね、ドキュメンタリー映画にもなってますね。ちょっと今日時間の関係で全部の動物は紹介できないんですけど、他にも猫、ネズミ、カエル、メダカとか、そういったものが宇宙に行った動物として知られています。気になる方がいたらぜひね調べてみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は宇宙に放り出されたらどうなるのかと、こういったテーマをお話ししました。宇宙っていうのは生きてる間に一回は行ってみたいなと思いますよね。ぜひ宇宙行ったら何がしたいかコメント欄までお願いします。というわけで今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。